君の脳直接届く妄ソルのプライムです。いやー来ましたね、オプションオプションいいか、とりあえず進めよう。はい、体験版です。いや実はね、体験版やらないでいこうと思ってたんですけども、なんだろう、製品版出た時にみんなこう体験版みんな見飽きてるのに、俺だけ初見でさ、なんかみんなをイライラさせてしまうんじゃないかっていうことでね、っていうのは言い訳にシンプルに実はやりたくなっちゃってね、このレビューに助けがいるそうだやっていきます。相変わらずリアルだね。カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていない。でもこの2、3ってきたら4、5、6ってやってくれたら嬉しいけど、どうなんだろうね。特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。まあでも5、6はまあ全然綺麗だもんな。なんとかバレンタインだったよな、ジルよ。ホワイトデーバレンタインよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトール。それだとホワイトデーバレンタインデーじゃないとおかしいか。ホワイトバレンタインよ。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。ほう。もうだいぶ。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。やば。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。10万人のゾンビは やばいよね。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の。もう血出てるから手遅れなんじゃないの、おっちゃん。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。いや、この中でゾンビ出てきちゃうんじゃないんですか。わかった、力になる市民のためにだいぶ頼もしいな。あなたたちじゃない。それでいい、大事なのは市民。いい声してんな。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことだ。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。地上階に物資があるの？ここにもあるよ。ほら、ハンドガン弾。てかあれだね、2とか RE2 とかと変わんないね、基本的には。戦場では弾なし野郎は弾なし野郎だ。うん、そうだね。死にたくないやつは黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ショットガン、ハンドガン弾2つでガンパウ、ガンパウダー。ショットガン弾でガンパウダーと強化火薬。マグマナムの弾は強化火薬かける2と。準備ができたらパーティーに出発だ。いや、せいえ。いやー、綺麗だね。で、俺3実はね、おー、ピクチャー。3実はやったことないんですよね。オリジナル版を。そんな僕がちょっとね、これやるのは恐縮なんですが。タブラ女子の一面。まあ、ここら辺はいいか。あくまで体験版なんでね。実際に話、ちゃんと読んでいくのはちょっと、あれにしよう。本編ね。あ、一応、先に言っとくとね、本編、またね、発売日に多分生放送やるんで、よかったら来てください。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。はあ、了解。急ぎましょう。大通りまで出ろと。めちゃめちゃアイテムあるね。はい。こんなもんかな？あ、これね。そう、これ壊すらしいね、今回ね。チャーリーくん。まあ、ハーブは別に。グリーンハーブ ×3。ふっ。なんだよ、このおっちゃん。あ、これ預けられるやつ？でも別に預けなくていいね。体験版ってどれくらいの長さなんだろうね、これ。これなんもないね。そう、生放送多分ね、発売日にね、やることになるんで、2回目だけど、よかったら来てください。
生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。いや怖いね。くっ。はい、ナイフは？大事ですね。四角でリロードね。こっちかしら。いや恐ろしいよ街が。あ、丸連打なんだ。足元からね、やっていかないとダメだね。あ、ダメだ。結構丸連打してもダメだ。でも結構避けるのができるようになってんだね。前もそうだったっけね。大丈夫そうだね。これも動きかねないよね。大丈夫そうだ。なんかすごい積み上がってる。盗もうぜ。これ何？レイコップ？ステップ。あ、緊急回避できんのね。あー、なるほどね。ナイフで殺してやるできないか。こんだけ近づいたらダメージ食らいそうなもんだけどね。いっぱいいるね。ガンパウ。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。そのあたりが変電所だ。だいぶ遠いね。路地から迂回すればいける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる何？芝みたいな能力持ってるもんね、確か。火を消さなきゃ。お、いい感じに消火栓があるじゃない。え？ね、これ。あ、もしかハンドルか。おそらく。ああ、動かせるんだ、あれ。あら、みんな死んだ？ウェイ。じゃあ、あのおばちゃんからね。すごいちょっとフレームレートが弱くなってるだいぶ。これ3発で倒れてもね、倒れてもなんだよな。立ち上がるんだよね、3発だとね。さっきからの感じだと。気づいてんだか気づいてないんだか。くっ。
やばい、もったいない。ハゲてたー。いや、弾もったいないな。結構いるね、まだね。お、なんか。難しい動きしてる。結構あったけど、距離的な問題？でも弾一発しかないよ。もうなくなっちゃったよ。あとは脅威のナイフ縛り。うわあ、見た今結構丸連打したんですけどね。ダメだったね。弾がないことにはな。まあ組み合わせちゃうか。あ、待って、ガンパワーあるじゃん。組み合わせる。ほい。ははは。足太いね。え、くら。いやー、無駄玉使っちゃったなー。マップの活用、あ、こんなんあったね。前もあったっけね。一旦回復しちゃおう。はあ、先行っちゃいますかね。アイテムがないから心もとないけど、右と左両方ある。はあ、一旦こっち。なんか扉がある。入れる。いや、これ絶対動くじゃん。動かなかった。金庫。まあ、日記はいいや。もうガンパウダーありがたいね。まあ、ハンドガンタもあればね、とりあえずなんとかなるんで。いそうで、あ、いたいたいた。いや、結構足速いぞ。いやー、なかなか。足で行けばいいかと思ったけど厳しいな。前回も結構足厳しかったよね。でも頭3発うまく、なんだっけ、強い状態でやれば、まあそっから倒して、そっからナイフでバシバシ行けばできると考えたらどっちがいいんだろうね。あ、後ろにたまたまが。これはありがたい。怖っ。すごい体勢だったね。さあ、もちろんいるじゃないですか、本来ここにも。うわー、びっくりしたー。心臓に悪い。ヨーヨー。
Yo! ふう。ここにも一匹。あら、肩、ああ、びっくりした。やっぱ頭3発でいきますね。そこからあとはもうお尻をひたすら。はい。お、なんかある。強化火薬。強化火薬ね。ハンドガン弾。ハーブありそうでないね。トイレットペーパーがある。ぜひ持って帰りたいところだが、いやー、またやっちゃうんだろうね、夜中までひたすらに。別にうまかないけどさ、やっぱ面白いよね、何周もするのが。そもそも、おっ、おったんか、われ悪いね。グリーンハーブか。まあまあまあ、回復ありがたいね。じゃあそっちの本丸っぽいとこに行こうか。こっちは、あ、いっぱいある。てか広いな、ほんと。あいつも、あ、いっぱいいるね。ちょっと程よく距離取って全員まとめていきたいところですね。ウェイ。ドーナツ屋さん、あ、入れんの。いやー、これ絶対動くでしょ。いや、結構探索できるとこ広くない？めっちゃロックだね。わっ、美味しそう。ポテトとドーナツ。ポテトとドーナツってあんま見ないっていうか、日本だとね、ミスタードーナツにポテト売ってないからね。面白い組み合わせだな。ここは行けちゃうのか。広いね。あ、ここまた。なんかほら、今できないけど。あ、なんか安全地帯の音。ちょっとアイテム整理したいですね。組み合わせるとどうなんだっけ。ショットガン、多分ショットガン持ってないからな。強化火薬一旦入れといて、ナイフは持っとくじゃん。ガンパウ、いやー、ハーブいっか。これハーブ1個預けちゃって。でも結構ボリュームちゃんとできるね。嬉しい。嬉しい限り。じゃあ、ここでいっちゃおうか。あれ、ここ、あれじゃない？最初のとこだ。ほら。なるほどね。つながってんのね。ほい。じゃあ、あそこ行こうか。最終行こうとしてた。うわあ、これ中いるんでしょ、どうせ。あれ、光ってる。でもライトが、あ、なんかあるっぽい。あ、ショットガンか、あれ、もしかして。うわ、びっくりした。いやー、こう足、これゾンビの動きでもあれね、2と同じような感じだね。いや、てか速い、足結構。くそ、無理だ、緊急回避。うまくできないもんだな。
このままいけるんじゃないこれ。ああ難しい。やっぱナイフだと難しいな、さすがに。え、本当連打意味な。ちょっと一旦距離取るか。ごめんな、なんか無駄に時間をかけてしまったけども。あ、まだ生きてた。タフだな。緊急回避うまく使わないといけないんだね。それで弾を節約していくと。何これ、何これ、消火ホース。アイテム欄1個で済むんだね。はい。いやー無駄にダメージを負ってしまったよ。まあまだコーションだからいいか。はい、メモはいちいち見ません。あ、いるけどいいや。まあ2周目にね、個人的にやります。手榴弾、いやアイテム欄が少なすぎるな。ガンパウ組み合わせちゃおう。組み合わせてこれ、ここと組み合わせちゃえばいいね。はい、弾は潤沢にありますよと。これ弾さ、これでいけないの？いけないんだね。鍵ないとダメなやつか。いやーこのためにね、これがあるんですが。毎回出てくるね、このアイテム。ショットガン2つじゃないだろうな。あ、1つでいいんだ。1つでよかった、よかった。よかったけど、弾持てないし、このアイテム欄じゃ厳しいね。結構。光ってるよ。カメラ。射影機。これ手に入れたけどさ。うわっ、びっくりした。使ってみる。あ、やべえ、チルジャン使った。マジ無駄。まあいいか。あ、あとどこ行くのこれ。鉄塔、鉄塔から行ける方向はないもんね。マップ見ればいいんだ。はい、こんな感じです。あ、こっち行ってないね。金庫、あー、あれ見てないもんな、あの書類系。本当はなんかあったのかな。こっち行けないでしょ。ここ、あ、奥にドアが1個あるね。これ見落としてたわ。普通にあるね。見たところ鉄道会社のようね。そのようね。みんなドーナツ。美味しそう。なんかドーナツ食べたくなってきた。普段食べないけど。ダメね。そうだよね。いや、謎解き体験版から入ってくんのか。じゃあもっと読んどけばよかったな、ちゃんといろいろ。あ、でもこれ奥行けないんだね。そもそも電源を復旧しないことにはどうにもなりませんもんね。うん。走っております。なんだろうな、次行くとしたら、あ、レッドハーブあったんか。いいね、アイテムいちいちこれ取り忘れてますよ出てくれんのいいね。ほんとだ、これ組み合わせちゃおう。組み合わせて次ピンチになった時にこれ飲めばいいね。 OK。え、こっちさ、赤くなってるけどさ、いけないでしょ。いける？あ、なんかある。ガンパウ。生きてない。
あ、そこ行けるね。なんかいない？あ、またこれか。また貴様か。便利だね。この子は今回も役に立つのか。いや、絶対生きとるやん。ほらふい。なんかさ、歩いてるっぽい音聞こえるんだよね。わあ、やだ、逃げて、俺逃げて。うまいタイミングでこれ撃って、もうちょっと来て、もうちょっとだよ、今だ。いや、ざまあみろ、お前ら。これは隊員手榴弾。手榴弾持てるかな。あ、持てないですね。持てないね。これは？これ何これ？あ、うわあ。ショットガン弾。もうこれ組み合わせちゃいたいな。持てないもんばっかや。ガンパウ捨てて、はい。ガンパウ捨てて、持てない捨てちゃって、で、ショットガン弾あった方がいいね。もうこれが強いもんね、だって。で、回復使っちゃうか？使っちゃって、手榴弾いざという時のために持っとくか。もったいないかもしんないけど。OK。まあ、ここからダメージはね、食らわないんでね。え、でもこれ、こんだけ？あ、でもこっちあるぞ。あ？違う、今いんの？こっちか。あ、でもこっち行ってないの、この右側ね。いや、広いマップだな、また。ねえ。まあ、ここはもう全部取り終わったと。でも逆にこの大通りまだ取り終わってないのあるっぽいね。ある？なんか。まあ、ショットガン弾の枠をもう一個持っちゃってるからね。もしあるんなら、欲しいところですが。あ、いる！あ。やばい！うい。うい。あ、また来た。え、むげ、お、女の、ダブル女の人？いや、動き。あー、くそー！遅かったか、緊急回避が。まあ、いちいち相手にしちゃいけないって思いながらも、やっぱこう狙うのが楽しいからやっちゃうよね。うわ、くそ。この足を重点的に足を重点的にね、やっていきますね。ほい。あ、でもここはこの先か、なんか残ってんのは。まあいいか、ちょっと戻って、階段登って戻ってっちゃおうか。何これ？え？ほん
りたいんだけど。戻れないの？戻れないっぽい、なんか。ってことはやっぱぐるって、ドーナツショップ経由で行った方がいいんだね。そういうパターンもあると。これ出てくるならね、首都間で今バーンってやっちゃおうと思ってたけど。こっち側にまだなんかアイテムあることになってんだよな。この付近。あ、こっちか？ある。ハンドガン弾。サンキュー。これで青くなりましたね。いや、これ人形も欲しいところですね。こっちじゃないっけ？あ、で、こっちだよね。わあ！来るの？うわあ！うわあ！どうしたらいいんだ？これ何？ガンパウダーは、まあまあいいや。左逃げよう。怖え！ここなんだ？いや、怖い。でも来ないかな。うわっ、うわあ、使っちゃいてー。うわあ、来るんかい。うわあ、怖い。あー、怖い。いや、怖っ。いや、もう君たちに構ってる暇はないんだ、僕は。うわぁ！今はすごい神回避みたいな感じになってた。ちょ、回復したいんだが。じゃ、ここ入れさせて。あ、また貴様か。もう使わないんじゃない？捨てたい。そうそう、これを。回復しちゃいたい、そして。いや、今、強化火薬はええんや。回復がしたい。わっ。救急スプレー、これはもうね、いりますね。何を捨てるべきかね。あ、これ捨てられんじゃん。いや。でもこれ使っちゃうじゃん。はえー、もう音速。一応強化火薬持っとく？使わなくない？ねえ、もういいか。いやー、怖いですね。これ、ここはもうこれしかないんだ。次行くとこはここ？ここなんだろうね。ここアイテムボックスと木箱。地下鉄駅って最初のとこだもんね。出て、まんまや。うわぁ！うわぁ、バカ！バカ！うわぁ！入れないんか。消火栓、あ、消火、あ、消火栓、俺ホース持ってるからいけるか。うわぁ！ここ入ったらどうなるの？入ってこれないんじゃない？わぁ！うわぁ、もうこ、もう交渉になってる。怖っ。ストレた瞬間消火栓で先行けるんですよ。うわあ、うわあ、やだー、やだー、やだー。一瞬。はい、消火活動ね、しまして。マジで怖いんだけど、これやんなきゃいけないの、バイオ3。うわ、またーもういいです。いや、したーいって言われた。
ここまでか。いや、恐ろしいゲームだね、これね。スタンダード31。ドールズ、あー、人形20個もいんのね。いんのね。はぁ、怖かったー。で、面白いね。ちょっと楽しみですね、これは。いや、でもね、今のだけでもかなり怖かったんで、先が思いやられるな。RE2 のね、タイラント以上にドキドキさせられそう。おう、あ、このおっちゃんはこのおっちゃん RE2 にもいなかったっけ。え？いやー、これは恐ろしいよ。てかジルがね、男らしい、すごくかっこいい、強い。商品購入ページ、いや、もう実はね、もう買ってあるんで、当日に届くはずなんで。はい、というわけでね、ここまでで体験版終わりたいと思います。続きはというか、まあ、あの、次やるときね、金曜日かなの夜におそらく生放送できるんじゃないかな。それか、遅くとも土曜日にはやると思うので、ぜひね、よかったと思った人はチャンネル登録、高評価、そして生放送ね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ではでは、プライムでした。バイバイ。